それぞれの状況はラん？こうかなあ。ブードゥーライトシルクっていうクリーナーを買ってきてこう割と磨くと結構落ちるっぽいんですけど、一度にはそれでも落ちないね、うん、でも擦ってるうちにちょっとずつは、ちょっとずつっていうか少しずつその水垢みたいなのが取れてきてさ、ちょっとずつ綺麗になってんだなと思って、それは良かったんだけど、ブードゥーライトシルクは黒い未塗装樹脂部分についちゃうとこう白げちゃうのね、その樹脂部分が白くなっちゃうんで、ちょうどちょ一番目立つのがウォッシャー駅のこう出口がボンネットに2つポツポツってこうポツポツって2つついてる、ボンネットに2つポツポツってウォッシャー駅の出口みたいなのついて、ちょうど鳩の鼻のとこ見てるポツポツみたいなのがちょポツポツって出てるのがさ、こう塗ってひっついたから白くなっちゃった。それをまあ、今までワックスかけるときだったらこう避けてこうやってたんだろうけど、避けてやるのもなんかもうすごいめんどくさいから、もういいやつってこうバーってやって、案の定白くなったので、それはでも予定通りっていうか分かってたこと、白くなっても大丈夫だと俺は確信してたその時は。ハイドロフラッシュコード買ってきたから、ハイドロフラッシュはミートソーだろうがなんだろうがゴムだろうが全部いけるから、ほとんどもうオールマイティーでいけるから、白くなったとこそれ上からハイドロ吹いてこうやって磨けばすぐそんな綺麗になっちゃう、大丈夫だって。今朝やってみたらもう白くなってバカなんだからシュッシュッってキュッて吹いたら綺麗になること思って全然落ちやがる。ハイドロさんね、そういう役割じゃねえらしいって、ハイドロさんそういうの俺の役割じゃねえ、俺の役割それじゃねえ、俺の役割コーティングみたいな感じでさ、そこはやってくんないと、はあ、やってくんねえハイドロさんやってくんねえと思って、今までだったらポリメートを拭いて、まあ、ポリメート白くなったところでポリメートをこうやって磨くとすぐ白いの落ちたので黒くなったんで、明日まあポリメートでちょっとまだやってみようと思うんだけどね、他のところはできるんだけど、ボンネットのちっちゃいのだけはどうもこう拭きにくいんで、周りにひっついちゃあんまり良くないんだろうし、塗装部分はポリメートいけないはずですからね、その難しいんでちょっと明日ちょっと手間かけてやってみようかな。もうとにかく洗車すんの楽しくて、洗車なんで洗車すんのそんな楽しいの、本人もわかんない、本人もよくわかんない、とにかく車磨くの毎朝毎朝楽しくてしょうがなくて、もう5時に起きてたんで、5時に起きてるだけで異常だと思うんだけど、もう4時ですよ、今朝結構布団かぶる、待ってらんなくてさ、ハイドロ早く試したい、昨日買ってきたハイドロ早く試したいと思って、4時に起きる、4時に目覚めてんだけどさ、日が昇るの4時半だからさ、4時に暗いうちに出てってもなんか不審者みたいになるから、もう
早く、もう早く明るくなんねえから布団なら待ってたりして、アイドル早く試したい。そのぐらい。だから今この後やんなきゃいけないことは、その黒いパチパチのところも磨いて落とせるかっていうのがいいこと。あと、なんだろう、あれシリカスケールっていうの、まあ、ユンデポジットとか、まあ、そんな言い方をするらしい。白いシミがこう輪っか状のシミみたいなのがちょっと結構残ってる。まあそれはもうちょっと、クリーナーで落ちる範囲じゃなさそうなんで、とても落ちないんで、このコンパウンドってことになってくるんですけどね、もうちょっとしたらそれをちょっと白いプツプツをちょっと落としにかかって、でそれがある程度うまくいったら、今度傷を埋めてみたいな作業ができると、ほとんど綺麗にピカピカになっちゃうんです。すごい、楽しみに今からしてますけどね。